能登半島地震支援活動報告会は、被災地支援を目的に派遣された職員の報告を受け、災害意識を高めるとともに、災害時の課題や対策に役立てようと行われ、災害派遣職員3名と町長や教育長を含めた防災担当職員11名が参加しました。災害派遣職員は石川県輪島市で行った避難所支援などの現状や課題などについて報告を行いました。中でも教育総務課主任の虫明大作さんが、災害発生後は最初の1ヶ月ほどの短時間のうちに状況が目まぐるしく変化する応急フェーズと、少しずつ日常性が戻り復興へ向けた活動が本格化する復興フェーズがあります。支援する立場としてやるべきことの優先順位をつけるためにも、応急的な対応をしないといけない時期なのか、復興に向けて立て直しを図る時期なのかを意識して動かなければいけませんと報告しました。輪島も多分2週間ぐらいしたら、輪島の職員、輪島市の職員が避難所から引き上げていって、多分対抗支援チームが現場に入ったと聞いてるんですけど、なんとかその2週間乗り越えたら、多分なんとかで、避難者側も慣れてくるので、ちょうど本当に1ヶ月ぐらいしたら、もう復興フェーズに移っていかなければいけないんだろうなということになりました。なので、やるべきことの優先順位をつけるためにも、今がまず耐え忍ぶ時期なのか、もう次に向かって動く時期なのか、というのは意識するのは大事なんじゃないかなと思いました。また災害が起きてから数日から数週間は一旦気持ちが高揚しますが、1ヶ月ほどで混乱が収まり始めた頃に虚脱感や怒り、鬱気分などを感じる人が増えます。状況が落ち着いて体は元気でも心は疲れ切っているので、被災者や職員の心のケアが特に重要となりますと話すと、参加した職員は報告を受けて感じた課題や南海トラフ地震に向けた対策について意見を交わしていました。その他、全壊した建物の解体に関わる業務支援にあたった未来環境課課長補佐の伊藤博久さんの話では、倒壊した住宅が道路を塞いでいたことや、地面の隆起や沈下によってマンホールや橋に50センチほどの段差ができ、自動車での移動が不可能だったことなどが報告されました。報告を受けて参加した職員は意見を交わし、孤立して外部からの援助がすぐに受けられない場合、最初の数日間は自分たちの力で何とかしなければいけないため、地域とのつながりや自治体の結束力が重要となります。また職員も同様に被災し、行政がどれだけ動けるのか予測ができないため、それを見越した体制づくりが必要ですとまとめました。私が輪島市役所の応援に入らせていただいたんですが、市役所の職員さん方、中には家がなくなった方とかもたくさんいるんですけど、すごい辛い状況の中でも明るく元気になってらっしゃったのがすごい印象的でした。そこでなんとか力になれないかなと思って頑張らせていただきました。私がゴミとかの担当をしておりますので、特にその災害廃棄物とかを今後どうしていったらいいのか、今回の輪島の市役所で仕事をした経験をもとに計画を見直しとか、そういうのをさせていただきたいなと思っております。当院長においても、災害が起こった際には地域防災計画、こちらをもとにですね、活動していくわけではございますが、やはり南海トラフ地震が発生した際に被害想定はしているものの、想定を超える被害が発生する場合もあるかと思います。今回職員派遣で活動していただいた時に見てきたこと、感じたことをですね、当院長の方で報告いただきました。今回のこの報告をですね、しっかりとこの当院長の中で話し合い、今後の当院長の災害対策に役立てていけるようにしていきたいと考えております。やはり被害が想定できないということから、実際能登半島の方でもですね、役所の職員がなかなか出勤できない状況であるというようなことも聞いております。やはり実際当院長で起こってもですね、職員も被災者であることから、どれぐらいの職員が対応に当たれるか、
これが想定できませんもので、やはりそこの想定できない中でも最大限の活動ができるようにしていく体制づくりが必要だと感じました。